今後の財政政策をめぐり自民党内では財政健全化を重視する立場と積極的な財政出動を求める立場の議員がそれぞれ中心になると見られる二つの組織が議論を始め参議院選挙の公約づくりを見据え双方の立場の活動が活発化することも予想されます衆議院選挙の後自民党内には 今後の財政政策を議論するため総裁直轄の財政健全化推進本部と高市政務調査会長のもとに財政政策検討本部の二つの組織が設置された。このうち財政健全化推進本部は党内では財政健全化を重視する立場の議員が中心になっているという見方が強く、 岸田総理大臣は政府が年明けから基礎的財政収支を黒字化する目標を再確認するための検討を本格化させることから党でも議論を急ぐよう要請した今後中長期的な経済や財政規律の見通しも含めて検討し政府への提言をまとめることにしている一方財政政策検討本部は 積極的な財政支出を求める立場の議員が中心になると見られている。安倍元総理大臣も参加して、有識者からのヒアリングを始めていて、アベノミクスや各国の経済財政政策を検証し、基礎的財政収支のみを基準としない、新たな財政の指標づくりも検討するとしている。衆議院選挙の後、自民党内には、 今後の財政政策を議論するため総裁直轄の財政健全化推進本部と高市政務調査会長のもとに財政政策検討本部の2つの組織が設置された。このうち財政健全化推進本部は党内では財政健全化を重視する立場の議員が中心になっているという見方が強く、 岸田総理大臣は、政府が、年明けから、基礎的財政収支を黒字化する目標を再確認するための検討を本格化させることから、党でも議論を急ぐよう要請した。今後、中長期的な経済や財政規律の見通しも含めて検討し、政府への提言をまとめることにしている。一方、財政政策検討本部は、 積極的な財政支出を求める立場の議員が中心になると見られている。安倍元総理大臣も参加して、有識者からのヒアリングを始めていて、アベノミクスや各国の経済財政政策を検証し、基礎的財政収支のみを基準としない、新たな財政の指標づくりも検討するとしている。自民党内では、今後、 来年の参議院選挙の公約づくりを見据え、双方の立場の活動が活発化することも予想されます。